田誠之の同級。10月14日、掛布正幸の阪神タイガース愛、愛、そして AI ニュース。阪神タイガースの来期監督に藤川球児氏が就任することが決定しました。藤川氏は球団本部付きスペシャルアシスタントとして活躍しており、3年契約で背番号は22が有力視されています。藤川氏は岡田監督のイズムを継承し、球団創設90周年の節目に新監督としてチームを率いることになります。藤川氏は1998年ドラフト1位で阪神に入団し、勝利の方程式 JFK の一角として活躍。メジャーリーグや独立リーグでもプレーし、引退後はフロント入りして後輩の指導や編成業務に携わってきました。昨季は18年ぶりのリーグ優勝と38年ぶりの日本一を達成しましたが、今季は連覇を逃し2位に終わりました。藤川氏は岡田監督の教えを受け継ぎ、来季の派遣奪回を目指します。一方、阪神は13日に行われたクライマックスシリーズファーストステージ第2戦で DeNA に3対10で敗れ、2年連続の日本一の夢がついえました。岡田監督のラスト采配となったこの試合では、初回に先制するも先発高橋が乱調し、2回に逆転を許しました。その後も7回に6失点、大敗を喫しました。岡田監督は試合後、選手たちに厳しいコメントを残し、体調不良のためファンへの挨拶も中止されました。球団社長の粟井和夫氏は、岡田監督の体調を優先し、シーズン終了報告や退任会見も見送ることを発表しました。岡田監督は今後も違った形で球団に貢献する意向を示しています。このように、阪神タイガースは新たな監督の下で再スタートを切ることになりますが、岡田監督の教えをどのように継承していくかが今後の課題となります。なお、10月14日午後8時より、掛布氏がクライマックスシリーズについて振り返る動画が公開されますので、そちらもぜひご覧ください。10月14日、掛布正幸のおまけのニュース。ドジャースがメッツを9対0で圧倒し、ナ・リーグ優勝決定シリーズ第1戦を制しました。大谷翔平選手は1番 DH で先発出場し、4打数2安打1打点1フォアボールで勝利に貢献。メッツ先発の千賀滉大投手から2回にライト前タイムリーヒットを放ちました。千賀投手は制球に苦しみ、2回途中で降板し敗戦投手となりました。試合後、大谷選手はジャック・フラーティの素晴らしいピッチングとオフェンスの良い試合運びが勝因とコメント。ドジャースの投手陣は33イニング連続無失点のポストシーズン記録に並びました。大谷選手は得点圏での強さについて、チームが多くのチャンスを作ってくれるおかげで集中できると語りました。メッツの千賀投手は初回に3者連続フォアボールを与え、2回にも大谷選手にタイムリーヒットを許し、1回3分の1で降板。ドジャースのエンリケ・ヘルナンデス選手は5回に頭脳プレーでピンチを防ぎ、SNS で称賛されました。大谷選手は、今日のように常に点を取れるわけではないが、オフェンスの仕事を全力で集中したいと第2戦への意気込みを語りました。